はい、マーポンこと関正幸でございます。今回のお話はですね、こう長期山岳避難、を強いられた時ですね、その時にこうどこに拠点を設けるかということでお話しさせていただきたいと思うんですけれども、今回はねこれちょっとね山の中の公園ですね。これ公園ちょっと見つけちゃいまして、ほとんど人いないですね。ここ多分おそらくはですね山頂ですね。もう富士山も見えてます。あそこね綺麗ですね。眺め最高ですねこれね。 あれ諏訪湖ですよ、あの奥の方の湖はね。で右側の白い山ですね、雪をいただいて、あれ多分穂高ですね。穂高、鹿島槍もあるかな、あれなんだろうな。まあいいや、あれまあいいんですけど、こう芝生がありますよね、これね。芝生あって、こう、いいですね、これね、ここね、テント張るのちょうどいいですよ。あそこに、あれだよね、そこのところですね、ここのところ、車はそこまで上がってこれますので、ひょっとしたらこれ、車つけられますね、中までね。そして、あそこですね、奥のところにですね、おそらく水道ですね、あれはね。水道もあるんだけど、ただね、最悪の事態になった時、あの水道使えないかもしれないですね。ここまで、山の頂までですね、水道、水をあげるっていうことは、結局、モーターを使ってるんで、最悪の場合電気落ちますんで、あれ水使えない。最高の立地ではあるんですよね、こうテント張ったりとかキャンプするよね。でただこれ、知っていればここ来る人多いですね。多分これずらっとテント並ぶかもしれないですよ。でもしあれですね、ここに水がねどっか確保できるならばいいんだけど、多分確保できないかもしれないよね。確保できるとしたら、ここの谷、そこ下ったところに谷があるんで、そこに水が集まってる可能性ありますね。ただそこまで水運ぶってのは大変ですので、ね、こっから水を運んでくるっていうのは大変なんで、一見良さそうなんだけれども、水がないとダメということですよね。あと人が集まってきた場合、いかにその人たちと連携を組めるかってことよね。人があって、もしこの連携を組めて、例えば10人20人のこの組織っていうかね、役割分担が、組めるならば、このあれですよね、なんかこういろんな工夫で、ひょっとしたら水を運搬したりできる可能性もありますよね。でそこで誰がリーダーシップを取るのかといったら、ならばね、先にそういうことを考えている人たちですよ。要はこの動画を見てるような人たち、サバイバルの経験のある人たちが組織を組むということなんですけれども、昨日ねちょっとコソボ内戦だとか、市街地でこの内戦が起こった場合に、何が一番大切かっていうことですよね。やはりね、人数が多ければ多いほど生き残る確率が高いみたいです。要はこの敵に対してこう防御できるのはこの数の力になってくる可能性があるんでね。そのコソボ内戦だとかユーゴスラビア内戦で、その市街地で このなんかこう民族同士の戦いがあった場合、あれですね、いかに1人とか2人で備蓄してあったり、いろんなもの持ってても、それも時間の問題やられるのはね。でその体験記みたいなものを読んだんですけども、その生き残った人はね、15人の家族がいて、それで生き残ったみたいですね。それで白人の世界ですので、銃があるということなんですよ。でネズミを食べたりね、猫や犬を食べたりとか、そういう凄惨なところを生き抜いたということですよね。でもこれいい景色ですね。いろんな考察ですよね。もしね、こういうところで、水がどういうふうに確保するかって言ったら、やっぱ知恵使うしかないよね。この
人海戦術っていうのもあるし、まあ、ロープがあるんだったらあれですよね、この滑車をまあ作ったり、まあ、あればいいんだけど、そういうのでこの運搬すると、いうこともできるじゃないですか。まあ、なければないで どういう工夫をするかっていうことですよね、いうお話ですね。まあ、ここだとあのかなり、あ、ただあれだよね、ここであのカラフルなテント張ったりすると、上からあのヘリコプターとかね、あの航空機で、狙い撃ちされる可能性もあるっていう、そういうリスクも、考えておいた方がいいですよね、いうことで、まあ、いろいろね考察はできるということで、まあいいですね、眺めはね。まあ、そんなところでどうもありがとうございます。失礼いたします。